こんばんは。言ったよ。こんばんは。こんばんキスキヤッホー島さん。こんばんは、タブボーさん。今日も会にありがとう。こんばんは。声が来ました。こんばんは、ヤッホーママさん、こんばんは。はじめましてじゃないでしょ、みなえりさん。こんばんは、あら、かわいい。こんばんは。こんばんは、みなさん。ヤッホー、サランディアン、サランディアン。なぞさらね。そのスタイルのポイント巻き、ありがとう。え、ミスマガの写真集予約しましたよって、もうできるの？ムック本ってもうできるの？発売日もまだじゃなかったっけ？明日、ピンヌ戦争。ああ、そうそう、する。ブラウスだよね。ブラウスとスカートのセットアップ。あれでしょ、濃い方の、濃い方というか色のついてる方だよね。色のついてるのと白いので迷ってる。今日も髪型かわいい、ありがとう。今日でも縛っただけです。 なんか髪の毛伸びてきて邪魔になって、今日はなんかすごいなんか、あ、邪魔だなって朝思って 縛りました。首元のフリフリが可愛い、ありがとう。ポニーテを肩から出すの好き。サイドポニーっていうのかな、これは。横で縛ってます。スマが予約した。できんの？あ、楽天もう出てるんだ。ぜひ一緒ください。ありがとう、みなりさん。ぜひ予約してください。ムック本。楽天とアマゾンにはもう出てるって。ブラウスの、そう、ブラウスの。今日何してたんですか？授業でした。学校。そう、花柄のブラウス。今日の髪型のポイント？特にないけど。ナチュラル。ナチュラルなとこ。ここのもみあげのさ、あれが伸びてきたから、ちょっとセルフカットします。今度自分で決めます。チッチはね、ママの隣に寝てます。よく可愛いね、ありがとうございます。私のツイッター先生載せといたけど、お、そうなんですね、ありがとうございます。髪ロングが最高、ありがとう。あのブラウス可愛いよね、ルナ似合いそうって見た瞬間思った。あ、本当、ありがとう。そう、可愛かった。セットアップ前髪も可愛い、それ大好き、ありがとうございます。前髪伸びてきました。切らなくちゃ。今日のルンちゃん最強に可愛い。イエーイ。でも今日メイクがめっちゃなんか気に入ってるんです、今日。でも特に特になんかしたわけでもないんですけどね。メイクめっちゃ気に入ってる。だ、チークをなんか気に入った色がなくて、リップをつけました。チークで リップをここに取って、手の甲に取って、トントントンってこう指でピピピってして、それをピピピってつけました。 本当は今日違うリップしてたんだけど、今はまた違うリップしてます。今日3色をつけ 朝塗ったリップと昼間塗ってたリップと今塗ってるリップ全部違う。 急に暑くなったから明日とうとう髪切りに行くよ。仕事も始まったけん。あ、そうだよね。もう宣言明日からだっけ？全面解除になるんだよね。ね、髪切りに行きたいね。髪伸びたでしょ？くしてかと思った。本当？地毛ですよ。いつ見ても可愛いのはすごい。ありがとう。予約しなきゃしてください。今日のも可愛い。ありがとう。ヤッホーヒロさん、学校再開予定決まった？まだ通う？なんだ？
通うのは通学？決まってないけど。でもまだね、実はもらってないものとか整理してないことがたくさんあるんで、学校は終業式もなかったから、普通に終業式できてないから、その分のだから前学年の前の学年の整理をしに登校日はあるけど、まだ通学の予定はね出てないですね。リスク解除徐々にされてきましたね。願うんですけど、苦労してもいいですか？あ、これですか？ あ、ほくろといえば今日さ、ここにさ、涙袋とか書くやつあるじゃん。涙袋？泣き袋？あるじゃん。書こうかと思ったんだけど、うまく書けなくてやめたの。いつ漫画公式さん的には、やりせない漫画買って月1マス漫画見てねってことだと思う。それは地獄になった。ああ、そうなんだ。だって、月1ミスマガ来週だって。そう、ナチュラル。川川の川で川川でしょ。ありがとう。こんばんは。外はぬんちゃんに。とらわんねよ。ねえ、わっさよ。あにょん。今日ママさんお仕事してないですね。た まってますけど。アロマンドン届いたの？楽しみ。建築関係トントントン。リップってそんな使い方もある？ああ、ありますね。全然あるよ。使うよ、レンちゃん。じゃあ、チークの持ってる色がなんかね、あんまり少ないので、なんか微妙な色とかはよくリップ使います。されちゃうね。ありがとう。ほっぺもリップ。トントントンで。ヤッホー。そういえば日本産もストックしてたのだった。リップ？あ、そうだよね。あえてないもんね。サイズを見てくださったのかな。ヨーダさん、こんばんは。ん？見えない。 W、 ありがとう。なんだろうこれ。ちょっとよくわかんないから、どうしよう。今年はもう全部オンラインで行くねとか先生たち言ってたり。オンラインになりそうだけどね。どうだろう、わかんないですけど。でオンラインでいいんだけどさ、みちゃんは学校まで結構遠いし、もうみんなに会いたいですよね。シンプルにクラスメイトに会いたい。泣き袋、そう、泣き袋、泣きぼ、涙袋メイク好き。あ、ほんと？ほっぺが光る。今日はハイライトも多い。あ、ハイライト多いのも今日はいつもと違うかも。かわいい。かわいくて気持ちいい。岡山は15日から解除されてて営業再開だった。あ、そうなんだ。ななちゃんぐらいかなって女の子が T シャツかスニーカーめちゃくちゃ買いに来る。あ、夏だしね。買い物したいしね。おあいにー、おあいにー。確かに今日シャットオンしない。 肩のデザイン、ああ透けてるんだよね、ちょっとね。週末さ、パリシャッチ見てたけど、お尻が自由しすぎてマンネズが大変そう。 マンネズが意外とマンネズの方がしっかりしてる時あるからね。こんばんは。オフラインでお話ししたいです。早くみんなにもライブで会いたいです。学校復習時間で勉強できるもんな。でも寝ちゃうよね。だって朝は眠いし、朝はさ、朝だし眠いし、帰りももう疲れてるから眠いじゃん。結局寝ちゃうんですよね。ん？何が？何の手紙？ああ、それはそこ。飲みエプセよ。チミが燃えよ。チミの、マッカンソン、ラン、四三ボギー、アイドル A、四三ボギー、チミエよ。あと、すごい可愛いですね。です。あと、趣味何ですかって聞いてくださって、合ってるか分かんないですけど、なんかライトがすごい暗い。合ってるか分かんないですけど、なんだっけ。
音楽聴くことと動画見ることは好きですって言いました。あってよくわかんないけど。普段何してますか？普段っていうのは普通に日常生活でですか？日常生活はまあ今は普通に授業受けてるし、仕事の面で言ったらまあタレントですね。グラビアもやったり、タレントやったり、アイドルやったり、いろいろです。女優やったり、最近コスメ買い込みそう。コスメね、あのちゃんさ、欲しいさやつがあってさ、あ、なんだっけ、マスカラなんだけど、なんかね、キラキラしたマスカラで ジーシーだっけな、なんかそんなブランドの、 Z から始まるブランドの銀色、忘れちゃった、あ、銀色ダイヤっていう、あ、ジーシーダイヤモンドシリーズだって、スクショしてました。それのね、マスカラがね、めっちゃ可愛いなと思って、下まつげに塗るとね、すごいなんかうるうるして、なんか泣いちゃってる子みたいな、なんか泣いちゃってる子みたいなメイクになるんです。めっちゃ可愛い。お仕事お疲れ様。野内先生も録画授業とか導入したりな。ね、なんか先生もでも大変だよね、オンラインでやるのもね。だって通信障害とか絶対あるしさ、思うように進めらんないし、会いたいよね。最近豊田家事情が分かってきて楽しいです。豊田家事情、ニート歴2ヶ月が経過して2度目の給料が振り込まれました。なんかおめでとう。なんかあれみたいじゃない、あ、全然違うか、全然違うけどさ、なんかさ、例えばだよ、こういう時期になってさ、多分公演とかが中止になって、ライブとか払い戻しになったさ、公演とかもあると思うんだけどさ、なんか別に払って全然払ってで、それを払い戻しされてるから実質プラマイゼロだけど、なんか返されたことによって収入だと思い込むみたいなのないですか？なんかお金もらったみたいな気分になることない？自信満々で、ね、ポクンポン作れるよ、はいって言ってマンネージに呆れられてて吹いてしまった。そういうもんですよ、あんな、あの年上の人たちは。今日も安定でかい、ありがとう。授業何も配信する必要なくね、録画でよなとか。確かに、でも録画だと見てるか分かんないみたいなのがあるんじゃない。寝過ごしたことあります。行きも帰りもあります。帰りの方がやばいんですけどね、寝過ごすと。行きはまあいいんだけどさ、でもありますよ。夏ぐらいの暑くなって、運動とかキャップもかっこいいよって、暑すぎて今日の休みは休憩室と帰りに帰り込んだ。 T シャツね、 T シャツじゃない、なんだっけ、サンダルか、サンダル、そうだね、もっと暑くなったらね、可愛いですねって。可愛すぎてるのだが、ダンス好きなスポーツ、バドミントン。リアユナズが急に解散の期限迎えてて草だった。そんな面白いの、パリへ1か、ジーシーみたいな、そうやつだった、パラパラ。こんばんは、久しぶりに調子します。あ、まこちゃんこんばんは。宣言解除で来月かまたお仕事抑えてきてほしいね。そうですね、こんにちは、こんばんは。あ、そう、りょうくん、それ、じいし、トヨタ父がダンディとか、あ、昔はね、今は、ノーコメントで。昔はダンディでかっこよかったです。あ、サッカーはまあ得意じゃないけど、あの、サッカーとか、うん、バスケとか、なんか、そういうボール使うの、バレーボール以外のボール使うやつ、あんま得意じゃないんですよね。なんでっていうか、なんか、あ、卓球とかも得意じゃないんですけど、どっか行っちゃうんですよね、ボールが。ボール、うん、ボール追いかけるみたいになっちゃうんですよね。ディフィニティフの払い戻しはコスメです。そう、意図しない臨時収入。それわかる。結構払い戻し振り込まれてて得した気分だったり、え、わかるよね、
ライモン主の得したかわかる。それな、結果プラマイゼロなんだよ。出したお金がただ返ってきてるだけだからさ、何の収入でもないのにさ、勝手に収入だと思い込んでさ、なんかお金もらったみたいな気分になるよね。なんだろうね。今日マスク2枚届いたよ。お、あのアベノマスクですか。じゃあまだ届いてないです。あれ、別のあれも主まだ来てなかった。ダイヤモンドシーズ、あ、そう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 。ママさん今日の夕食はなんだっけ、プルコギ、プルコギでした。それある。ハイビジョンを拝めなかった代わりに手持ち増えた、オタクしてやるってな。手持ち増えた、増えてない別に。今日帰って自分のコメントにワインがない、どういうこと。コメント、姉妹でパパさんの過去形強調しないだけで。パリへ1、パリ1、パリへ1みたいなやつだよね。なんかね、ハンリムの動画かなんかで言ってたよ。ジーシー、あ、ズーシーって読むんだ。へえ、絶対ズーじゃないでしょこれ。17で、17歳です。9点に、あ、9点にある。でも9点のは見たんだけど売り切れてた。9点の方が安かったけど。そう、プルコギ食べました。洗い物されても売れないってないから、お金的にはプラス、気持ち的にはマイナス。あ、でもちょっとわかるね。そうだよね、だってライブとかでね、洗い物しの中止になって、洗い物しになって、延期になって、洗い物しになってとか、結局会えてないからね。上のマスク一個に届かない。給付金の申請書届いた時、明日速攻で優勝する。うん、私も上のマスク一個に届かない。ズーシーのマスカラ結構種類、そう、あるんですよ。カラーマスカラなのかな、カラーマスカラ。多分前ママがさ見せてくれたやつと同じところのだよね。ね、可愛いよね全部。こんにちは。ちょっとし、うん、本当ですか。どの種類、なんか銀色ダイヤってやつ、なんかキラキラしてるやつ。パンチャパンチャー。うん、だから上にはつけない、下だけ。てかむしろ下につけたらさ、こう涙袋にさラメ入れなくてもさ、なんかすごいうるうるした目になりそうじゃない。てかつけてる画像をインスタで見たんですけど、めっちゃ可愛かったんですよ。うん、入ってないからマイナスすぎて、マイナス。確かに、ルナに会うまでには脱ニートしたいな。あ、ルナっていうの初めてじゃない、そのことない。同級生ですか。おお、頑張りましょう。そう、銀色ダイヤ。まあでもそんな感じでね、インスタ見たり授業受けたりしてます。渋谷人多すぎて死ぬ。あら、渋谷いいの、気をつけてね。遠いんだ。めんちゃんに早く会いたい年頃です。年頃です。頑張ってくださいね。ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。ね、もうだって明日からが宣言解除になったらさ、結構すごいことになると思いませんか。怖いよね。第2波来ないかなと思ってゾクゾクします。勝ち恋になったからね。あ、そうなの。私会うときにだよ、ありがとう。ね、ほんと怖い。宣言解除になったの嬉しいけどさ、まだ怖くてどこにも行けないよ。こんばんは、ゆんちゃん、こんばんは、こんばんは。アベノマスクの2日後ぐらいに助成金の申請で書類届いた。世帯主に全額、タイムシンじゃなく、アベノマスク楽しみなのにな。あにょんせよ、あにょんせよ、あにょんはせよ。4ヶ月会ってないとか、心が緊急事態宣言。それはそうだよね。早くやめしたいですよ、ちゃん。変には空気をどう乗り越えるかですよ。
いや、そうなんですけどね、怖いですよね。怖い。学校行くとき満員電車だしさ、宣言解除で自粛しようじゃないかね。まあそうなんだけど、でも宣言解除になったら外にお仕事とかにも行かなきゃいけない人とか出てくるわけじゃないですか。帰るのに自粛偉いって、みんなマスクせずに出てきてて自粛が怖いよって。帰すには自粛で買ってすぐ帰る。本当にマスクしないと。てか普段からるんちゃんマスクするからかもしれないけどさ、まあ普段マスクしてない人からしたら大変だよね、多分ね。しかもこれから夏だし、暑いし、夏こそさ、るんちゃんメイクとかさ、綺麗にしてさ、なんかちゃんとしたいのにさ、なんかマスクしなきゃいけないと、なんかリップっていう一番メイク楽しいところができないの嫌だな。アメのマスクまだ来ない。むちゃも来ない。奈々の気持ちも自粛限界です。いえ。緊急事態宣言解除しても収束ではないからダメだよね。そうだよね。そう、怖いよね。10万円まだ来ないようで。10万円の使い道は？ 10 万円の使い道？ルンちゃんに決めらんないです。みんなお揃いのアメノマスク楽しみだね。ね、なんかね、学校の先生は届いたって言ってた。ある先生は。とりあえず落ち着いて写真集撮れる環境だったし、いや、本当にそう。マスクも普通に大量に売ってるから、アベノマスク無料の、なんか、確かに。あ、もう売ってるの？マスクそんな。売ってるんだ。通知来なくて遅れた、こんばんは。みんちゃんの気持ちは自粛してない。ユニクロが冷えマスク作るとか、あ、ねえ、言ってたよね。エアリズムだっけ？エアリズム使って作るみたいなね。冷感マスクあります。確かに。1万円もらっても機種変したいのにいつもらえるんだろう。機種変 機種変かい。メイクし、ね、マスクしてもメイク落ちないようになる。なんか、シュッシュッてしたりするやつでしょ。ちょっと縛りです。私だというか、親の子供に助成金あるから食品に落ちてと言うたんだけどね。いい。さすが。ユニクロがエアリズムの素材でマスク作るみたいだからかなり期待。ね、ちょっとそれ期待だなって思いました。マスク慣れしないから目が痛くなって取れちゃいそうになる。あー、確かに。でも、なんか、柔らかい素材のとかね。あとはさ、なんか、そういうのが、だったらさ、なんか、耳にかけないでさ、ここでさ、なんか、クリップかなんかで、こういうぐるぐるってなってるクリップあるじゃないですか。あれで染めるみたいなのもありましたよね、一時期。緊急事態宣言解除でも警戒宣言解除。確かにね。冷え冷えマスク作る動画とか YouTube に上げてる。冷え冷えマスク作る動画。なんか濡れちゃいそうや。10万円でムクボン何冊使えるかな。いい使い道。さすがだわ。さすがに10万円入ったら、ムクボンに使ってください。マスクしてての仕事本当に汗だくになる。のりちゃん切なかったけど同じになったらどうなるんだよって今から振られてる。いや、そうだよね。普通になんか呼吸困難とかなりそう。普通に夏とかマスク超暑いもんね。あっ、ママがめっちゃ同意の目で見てる。ただね、ママね、そうだよね。今日マスクしてたら暑かった。いや、もうマスクしてたら暑いよね。10万円食べ過ぎがこれで新種取ってねってお小遣いだと思って。ける。マスク近所の薬局に普通に言ってたよ。え、マジ？まだ売ってなかったよ。パックの化粧水が家にあるのが。そうなの？夏の前に美味しかったのね。近所のスーパーでマスク山盛り売ってます。え、だって売ってる？うち。サイズを変えました。ありがとうございます。ね、めちゃくちゃ高かったよね。1箱2500円とか。農産物直売所ですよ。マスクが2500円で1箱。
ご飯食べてたか今気づいた。あ、ももかちゃん、やっほー。最近 YouTube でいろいろ工作する動画ばっか見てる。なんかでも作業用動画みたいになりそうだね。てなるなー、やっほー。ダメのマスク届く前にマスク自分で作ってたね。すごい器用だ。スマガのみんなとはね、みんな連絡取ってないの。今日自宅ですよ。マスク作る動画は飽きた。飽きたんかい。トマさん今日はおとなしいだって。いつもなんか暴れてるみたいな感じ。10万円でるんちゃんの新品種を買えるだけ買う。ありがとう。今気づいた。やっほー。メイク動画、あ、そう、メイク、あ、メイク動画は撮ってないわ。髪の毛巻く動画は撮った。ママはどんな女性がタイプですか。一言じゃ言えないって。近所のようでマスクの50箱50枚のが詰め合うだった。あ、でもママさんはマスク安売りしてるって。50枚で298円とか言ってた。2500円高いでしょ。こんにちは、キミさん。こんばんは。あとマスクしてると日焼けのさすごそうだけん、とこだけ2冊の日焼け止めです。確かに。写真修理もちゃんとできるといいね。もう痛すぎて全部効くなってる。ありがとう。ね、したいです。認知してくれてありがとう。いえいえ。今朝見たのはエアポッド高すぎて買えないから、巨大エアポッド型スピーカー作ってみたみたいなやつ。やばい。めっちゃウケる。安いマスクだと質も悪い。まあ確かに。うんちゃんの写真集買おうかね。残しとかなきゃだよね。うん、ぜひ残しといてください。お化粧やったっけ、やったっけ、おとっけ、やったっけ。やったっけ。中村と智也さんだっけ。え、わかるでしょ。ん、え、みちやさんだっけ。わかる、顔はわかる。好き、うん、嫌いじゃないって。すごく好きかって。学校いつから再開、いつだっけ、忘れました。いつだっけ。これは再開と言っていいのかわからないですけど、でも前の学年の段階のもの。近々に登校する日は、そう、近々に行く予定はあるんですけど、だから忘れちゃう。そうだよ、まだ行くつもりだったのに、てかまだ行くはずだったのに、そのまま学校が休校になったの。だから置きっぱなしのものとかもあるんですよね。こんばんは。ぬんちゃんいつからメイク始めた。いつだっけな、中2中3。自分でメイクし始めたの中3ぐらい、中2の終わりとかかな。うん、そうだよね。パティシエールは自分でやってたもんね。中3。え、パティシエールって中3。パティシエール自分でやってたよね。中2の夏だよ。なん時はお化粧じゃなかった。なんだった、色塗り。え、でもアイシャドウとか塗ってたから、でも中2の終わりぐらい、渋沢始まってからだから、うん、中2、中3、中2、え、違う、春から JLJC って英語紹介したんだよ。え、じゃあパティシエールって中3なの。え、渋沢始まってたよね。
え、中3の夏じゃない、中3の夏はあれだよね、ココが主役やったやつだよね、ココとさリリカが。うん、え、中2、みんなさ、あのパティシエール知ってる人いる？パティシエールって私が何歳の時、何年生の時買い占めすぎですね、多分ね、音出ますね。でもやっぱりめっちゃ悪いですねそれはそうだな、ほんとコスメしか買ってない。え、中 3？ パティシエール、マジで、うっそー。あ、そうかも、佐藤浩市だったもんね。佐藤リリカ、リリカ、佐藤リリ、佐藤リリ、佐藤浩市だった、そうだよね、佐藤浩市だったよ。でこの中に一人が中二だ、この中に一人中二で、佐藤が受験って言ってて、次舞台も一緒で、そうだ、中3ですね、だから中2の終わりぐらいだと思います。渋さんが始まったのがちょうどそのくらいだったから、そうでしょ、まあでもそのくらい、中2とか中 3？ 中3ぐらい。それまでメイクとかあるじゃん、したことなかった。え、重要だよ、変わりますから。こんばんは、お母さんいますよ、今日も会社にありがとう。6月1日から学校でしょ。まあでも学校によるんじゃないですか、それは。夏休みなくなったら悲しい。いや、それはそう、置きっぱなしやばいでしょ、やばいよね。可愛いですね、ありがとうございます。学校でモテますか。いや、モテる対象がいないのでモテません女子校なんで。中3って意外と遅いで、遅いですよ、ずっと置きっぱなし、そう、ずっと置きっぱなし。15、16、そう、15歳かな、15歳ぐらいだと思います。うん、最初はだって、じゃあ事務所プラチナム入った時は周りの子がメイクしてるのに超驚いたんだから、メイクしないのが当たり前の世界で生きてたから、なんかむしろしちゃいけないみたいな。こんにちは、色塗りいや、メイクは色塗りですから。え、そうだよね、塗り絵じゃないメイクって。自分の顔がキャンパス、絵画、マジマジそうですよ、だってアイラインとかって描くよアイシャドウもグラデーションとかも色塗りだし、眉毛だってさ、形こうしたりするのも描くしね、絵画ですし。もっと早く渋さんと出会いたかった中二患者さん大事です、誤差じゃないよ。 LJC はリアル中学生でしょ、 LJC はラスト女子中学生だよ、中3でしょ、中3でした。こんにちは、まだメイク道具持ってないか、やり方わかんない、何かもなんだ。最初はね、パウダーファンデーションみたいなの塗れなかった、そうママに教えてもらったんです。なんか一番最初のきっかけは、その渋さんっていうのが始まるってなって、自己紹介動画を撮るっていう風になったんですよ。で自己紹介動画を撮るし、周りのみんなもメイクしてるし、自分だけすっぴんで行ったら逆に浮いちゃうから、メイクをしようって言って、ママがそのために揃えてくれて、最初はママがメイクしてくれてたんですよ。ほんと薄く、超薄く、しかもなんか色カラーメイクとかでもなく、ちゃんとブラウンのナチュラルなメイクをして、もうほんとオーソドックスですよね、ブラウンのグラデーションに、まあ、ちょっと薄ピンクのチークとか薄ピンクのリップっていう超ナチュラルな超オーソドックスメイクをしてたのね。でも他の子は結構赤いティントとか塗ってたり、目もなんかピンクみたいなアイシャドウ塗ってたりしてて、そうライブの舞台に立つと自分だけすっぴんみたいなの逆に浮くんですよね。でそれがあったから、ママのメイク道具とかも借りて自分ママに教えてもらって、こういう風に塗るんだよとか、アイシャドウはこういう風に塗るんだよと教えてもらいながらメイクをして、でそういううちにね、ママとかもハマって、なんかいろいろ買ってくれたりするので、で今もそうなんですけど、ママと
化粧品を共有して使ってて、だからいろいろルンちゃんもメイクで使うけど、実はルンちゃん自分これは自分の自分しか使わないみたいなメイク道具超少なくて、そうママと共用が多いから、最初はねママから学んだからね何とも言えないけど、でもアイシャドウは大事。そうそうなんだよね、ママの色とルンちゃんたちの使う若い色は違うからさそう、でもファンデーションとかもね最初はね パウダーファンデだったよね、下地も塗ってなくなかったさ、一番最初塗ってたっけ、下地は塗ってなかったよね、うん、パウダーみたいなファンデ、パウダーファンデーションな、パウフィニッシングパウダーじゃねみたいな、そういうなんか本来はメイクちゃんと下地を塗ってファンデーションを塗った後に おしろいみたいな感じでフィニッシングパウダーっていうのをつけるんですけど、その一番最後につけるパウダーを塗って、一番最初に塗ってそれでファンデーション終わりにしてたぐらいなの。だからでも最初はでもそれでもいいんだよ結局なんとかなってたから。そうでも今はブチプラのやつだとクッションファンデとかあるから、ああいうのやれば下地なしでも一応なんかファンデーションちゃんとついてる感じがする。でも下地はあった方がいい、下地はあった方がいい確かにあった方がいい。で最初はねブラシとか使わずになんか指で塗ったりチップで塗ったりしてたっけ、アイシャドウも今はブラシも使うようになったし、眉毛とかもね何もしなかったけどするようになったし、今あるんちゃ一番こだわるのはまつげの上げ方なの でそんくらいね変わりました、中3から始めて今高3だけど。あもうないの、佐藤浩一さんかと思ったママと同じこと言ってる。グラビア再開できそうですかね、できると思います。でか今もしてるからね今もサイズを出てますからみんな買ってください。もうちょっとしたらまたお知らせできると思います。メイクはさきちゃんに教わったり、いやママに教わりました、むしろさきより上手だって、イエーイでも申し訳ないけど自分でもそう思いますいやでもなんかこの間さきは配信で言ってたけど、なんか雑なんですって自分で言ってたけど、さきはさきで木より上手だと思ういやたまにね、そのまだ幼いけど今も中学生高校生とかの時は高1とかの時はさっきがなんかたまにルンちゃんのメイクしてた時とかもあったけど、今はあんまないですね、まあ一緒に住んでないっていうのもあるけど地方が始まってる、まあそうだよね、怪獣のあれとかもあったし、ぶどう垂れてきた、ほとぽと今日駅前に制服着た子たちぼちぼちだから始まったっぽい、そうなのね、この中に一人が2017年3月8日20これが11時過ぎ、え嘘、この中に一人中2じゃない中2だよ、中2だよね。でこの中に一人が終わったちょっと後に渋さんのお披露目だったの、それそうだよ12です、あ、そうそう、ボリュームゼロだから、シムさんプロジェクト旗揚げ公演だから、俺もメイクするかファンスフォーエンセットからノーメイクだった、あ、ノーメイクでしたね、え、ノーメイクだったよね、恐ろしい、恐ろしくない、ファンスフォーエンセット時ノーメイクだったの、ファンスフォーエンセット時私がやばくない、恐ろしいリンゴの魔法2017年、え、マジ、え、翔さん調べてくれたんですか、リンゴの魔法絵画ですよ、絵画、歌舞伎の感じ、ね、メイク驚いたね、前にもそうさ、メイクは塗り絵って名言な感じある、本当ママさんに教わりました、プライマーも家にあった、プライマーって言うんです、そう化粧下地はね、父親が2017年、どう考えてもいいです、
パティシエールが2017年8月なら、へえ、じゃあ中3だったの？ん？嘘。同じ年にやったんだ。じゃあこの中に一人と、ああでもそうだったね、あの舞台が終わってちょうど4月からワークショップだったんだ。日常メイクとカメラ映えするメイクと舞台メイクは違うよそれぞれ。まあ関係なくしますけどね、るちゃんはまあテレビはあれだけど、ライブと普段はあまり変わんないけど、オーディション、テレビ、水泳さん、テレビ、ライブ、日常。まあライブと日常は似たり寄ったりな日もあるけど、まあライブってあんま結構自由じゃないですか。けどオーディションの時は超薄いし、もうほぼなんかほぼしないぐらいの感じだし、そうわざとね。え？ああ違う子もいるけどね。ポニーテール、そうですね。ママさんメイク教えてください。いいよって。男だけどもピンクの口紅塗りたい、ウケるツイッターあやちゃんがディズニーでメイクしてるのみんなでカメラ受けてたのすごい知らなかった。ああさっきとパパママがね、え、ロマンのシースルーマットティント気になるでしょー、でしょでしょでしょ。ママに合わせてる？ママが合わせてる？何がですか？ママさんがるんちゃんのメイクの先生ですね。お姉さんとは共有しなかったですお姉さんと共有しなかったですね。お姉さんが勝手に使うことありますけどお姉さんが私たちのものを勝手に使うことありますけど、お姉さんのものを私たちが勝手に使うことはないですママのもの、確かに。地デジ用メイクは練習しなかった。なんか薄いのやるの簡単じゃない？だって薄い色をペペペってなせればいい感覚でしたね。なんか配信、最近配信向けのメイク動画とか見てる、カメラ映えするやつ、全然気にしてなかった。配信しないけどフチプラ強いよね。ん？ウケるさすが素晴らしい眉毛です、言うねーありがとうございます。さきさん自分でメイク下手って言ってたよね、言ってたよね画面の前でそれなって雑だよね別に下手なわけじゃないけど雑なんだよ多分そう、だからなんか可愛いアイシャドウ使ってんなって思って先に今日何のアイシャドウ使ってんのって言うと、大体いい返ってくる答えが分かんないとか色々とかなんですよ。多分本人も気にしてないんだろうねもうなんか適当にあるもの塗ってるんだと思います、分かんないけどゆんちゃんとかさ、こうパレット、今日はこのパレット使おうって並べてさ、これとこれとこれあたりが使いたいなってこれをメインにしたいから二重幅に塗ろうとか、そういう風に考えてから塗るんですけど、そうじゃないですか、うん、あ、違うみたいです。あ、そうですかマスクの安い写真送っててありがとうヘアメイクさんにもいろいろ着せそうだね、流行りとかおすすめとかしてるし、そうだからヘアメイクさんとも結構そういう話題で盛り上がったりもしてますね。お姉ちゃんにメイクで遊ばれたことある？あるかな、遊ばれたことはないけど、あ、うん、でもまあ2色塗っただけだったけどね買いたくないのリップ買えて再開してる、え、わかる、リップだけ増えてく。グラビアも再開できますよ、あそこかよ、ジェシュータ、あーごめんごめん、コーヒーと紅茶、紅茶。小学生の時とても可愛かったですよ今ウケる、しかも可愛かった
恐ろしいと目が薬じゃないよ。いやでも今考えるとさ、ほら今ほらすっぴんで外出るなんてありえないじゃん、仕事以外の時。だからシーブリーズのシーブとか爽やかに似合いそう。おーありがとうございます。こんにちは。イブさんのなんとかなんたらロックシャインのリップってどうなんだろうか。ロックなんて知ってる？あれかな、なんかイブさんといえばのやつかな。オーディション薄いです、超薄いです。ライブの時汗対策メイクとかします。するっちゃする、するっちゃするんだけど、なんかめっちゃこれはなんでかわかんないんですけど、普段まあ普通に汗かくんですよ、顔とかにも。だけど撮影とかライブとかもそうなんだけど、顔に汗かかないんですよ。そういう時何こう鼻の頭に汗かくとかないの。なんかこういう生え際のとこにじわっと汗かくことがあるんだけど、ないんだよね。だからでもおでこだけなんかマットな、あんまツヤツヤしない、なんかマットなパウダーペペペペってしとくわけぐらいです。生産の時はメイクさんつくんでしょ。うん、でも自分でメイクしても OK なので、めちゃんは基本自分の自メイクで出てます。ティシエル調べる途中に炎上打ち上げの画像出てきてよ。変わらず可愛い。ああツインテールしてるやつだよね多分ね。懐かしい。こんばんは。どこに胸にメイクしますか。目、ね、疲れて眠いの。お疲れ様。うんちゃんえ、そうだったっけ、断られた気もするけど、ロンちゃんさっきから。シースルーマットティントってどの色がいいのかな。セラミ、いや、ロンちゃんも正直いいねしたはいいものの、全部いいなと思っていいねしてしまったから 4K メイク。先のものは先のもの、ルンのものは先のものって、キーな。そんな感じよ。そうそうそう、服もそうですね。勝手に服着てる時あるしね。そう、あの撮影で気を、そうそうそう、私服撮影で気を止まって置いといた、置いといた、私服の撮影で着ようと思って置いといたやつを先に着られて使えなくなるよっていう。ツイッターとか大丈夫から。え、使えないじゃん、もう使おうと思ってたのにみたいな。まだノーメイク大丈夫。いやもうダメです、なんか自分がもう耐えられない、ノーメイクの自分に耐えられんくない。ぬんちゃんのノーメイク耐えられないでしょ、自分も耐えられないもん。てかなんか寝起きとお風呂上がり以外のすっぴん耐えられなくない。そう、してた方が可愛いのよ。じゃあやんか、お姉さん雑。本当に姉妹ですか、どちらか拾われてません。姉妹です。アミューズのデューティントをよく、あああれね、あれめっちゃいいね。アミューズもね、チークが可愛いんだよね。高校生でメイクそこまで考えて相当女性力だけどな、メイクしかできない。そうそう。本当にこれマジでメイクしかできないの。てか何、ヘアメイクしかできない。ゲーム既読つけてないです、つけれないから見るだけ見てる。返さなきゃいけないやつとか、これは返さないといけないなって思ったやつはストーリーとかで返します。リップのことばっか聞いてて、ルナのリップが増えるみたいしか言えない。それはそう。汗プロ意識でコントロールできるですね。いやわかんない、なんか普通にさ体育とかするときとか汗かくのにね。イブさんのイメージだった、ツナッカー、スケートツヤリップ、あーそんなのも意味したかも。汗かきじゃないの羨ましい。いや汗かきですよ、ここから下。そう、汗かくと真っ赤になっちゃうんだよね。うん、ほっぺとか超真っ赤になる。だから夏の体育の後とか、なんか謎にみんなに心配される、
超顔赤いけど大丈夫って正常だよって分かる、俺も世界中顔に汗かかないよってね。なんかね、なんだろう、指大丈夫です、全然やけどはしたけど、え、全然痛くもない、介護もないんだけど、ペン持つじゃん、なんかここにあんのね、ここにあんの、でこう持つときにさ、なんかこう持っちゃったりするから、なんか痛いかなと思ってつけたんだけど、別につけてなくても全然痛くないますます猫に見えてくる、嬉しいっちゃ嬉しい。ルンちゃんって火、水、風、土の中だったら何属性だと思う？ポケモンみたい、考えてもらおう。火？なんで？あー、普通に星的に火星人だからってこと？うん、うん、へえ、じゃあ火で。ミーカーリーのスピンさんも可愛い、ありがとう。ゴーデス顔は披露できません、ビフォーアフターが。うんちゃん見て名前見たらトヨタって見た時、もしかしてサキちゃんの妹さんって思ったら、やっぱりそうだったの今でも覚えてる。えっ、それはすごいですね。背中一番汗かく、わかる、リップ変えたくなるよねわかる、ダンスも汗かきます、もちろんダンス超汗かく。こんばんは、ヘアメイク得意なら今日も勉強して渋谷区最強センターね。ねえ、でもヘアメイクしかできないあ、水っぽい、ちんちゃん今日からリップマンです、リップマン。うんちゃんって何気にキャットフード食べそう、いや食べないわ全然食べないわキャットフード。え、食べてないし彼氏待ってるの、似合ってる、ありがとう。 GU のあれだよ、これです。あー、パジャマね、 GU のパジャマ見た、部屋着かなんか分かんないけど、半袖ショーパンのセット、うん、うん、そう、可愛くない、おすすめのダイエット法、私の方が教えてほしいですママが栄養満点のご飯作ってくれるからね。そう、食べないで痩せるのは NG です、それだけは気をつけよるんちゃん流れるような美しさだから水属性みたいな感じ、マジでちょっと嬉しいですね。美人すぎて改めて驚きました、ありがとうございます。雫を逆さにした顔の形？私が？そも？あ、ここ？ルンちゃんって何型なんですか？顔の形。逆算？卵？卵ってさ、こういうの、逆さ卵、卵って普通さ、こう下の方がちょっと大きいイメージじゃん。僕の腕ならいくらでも食べていいですよ。あ、腕食べるって言えばですね、この間ここにここ、まあとはついてないんですけど、甘噛みだったんで、ここをチュッチュに噛まれましてここですよ、この中途半端のここを噛まれまして、その直前、ちょ前にはね、あの顔もねやられましてあの傷はつかなかったけど、顔に飛びかかってきましてね、怖かったです、すごく寝てますけどね、あそこで何も知らん顔してママには絶対しないです、そう、ママには絶対しないんだけど、ルンちゃんには顔に飛びかかってきたり、頭を食べたり腕を食べたりしますスニーカーやパンプス買いに来てほしい、それは足元からで、確かに最近スニーカーハマってるんです、楽だから。でレッドのキャットフード意外といけますよ、いや、いける、味はいけてもさ、なんか勇気いるやん、いや食べようとは思わないけどねいやほんとそうですよ、うちの靴の数やばいですよ、
多分靴屋開けるそう、家族全員靴持ってる。靴のセレクトショップできるよね。るんちゃんのは多分一番多いし、パパもすごい靴多いし、ママも多いよね。うん、さっきも多いと思う。パパも好き、靴。自由のめっちゃ可愛いよね。顔かめたもん。そう、可愛いよね。るんちゃんっていいお母さんのやつ。イエーイ。首かしげないでよ。今日の髪型好き、ありがとう。ヘイドポニー。ちなみにさきちゃんは通り過ぎるの美しさだから、風属性みたいな風ね、土っぽい。かわいい型、かわいい型。今後の雑誌掲載の形成ってありますか。ちょっと待っててください。卵最強型逆算じゃないかな。卵ってオモナガじゃない。オモナガはオモナガでない。なんかそう、髪なんか顔の形って難しくない。ママは何ですか、ちなみに。うん、うんちゃんがひよこのコスプレして目玉焼き食べればいいじゃない。ともぐいまさかの。かわいすぎる。父悪い子だ、俺が代わりに代わりにじゃないよ。父と仲良しになりたい。確かに父噛みます。甘噛み、甘噛みですよ、甘噛み。うん、いや多分ね、ルンちゃんのことをね猫だと思ってるんですよね。人間と思ってないの、猫と思ってるから、別に多少じゃれても大丈夫と思ってるのよ。そう、顔、猫同士でさ、ちょっとこうじゃれ合ったりとかするときに顔とかこうやるじゃん。ああいう感じをしてほしいんでしょうね、きっとね。別に猫じゃないからできないんですけど帰ってき、仕事から帰ってきたときに、なんかリビング入ってくると、チュッチュに足をこう猫パンチされて、ちょっと無視するとなんかまたやってくるんで、何って思うと多分遊んでほしいんですよね。だからなんか物投げたりとかして遊ぶんですけどなんか構ってほしいアピールがさ、ちょっと攻撃的じゃない次チュッチャお姉さんにはどうなの。たまに手出すんだ。パパも多いの、靴パパ多いよ。めっちゃ好きパパ。あ、猫飼ってんのね。そう、パパ好き。サイドテール似合ってます、ありがとう。靴屋で働いてる俺より靴持ってんならグーの音が出ないスニーカーハマってる。ブーテーまだいっぱいあるよ、チャンネルのちゃんいえいえいえ、そうねよ。渋沢夏フェスね、やりたいですね。ママ若い頃はって顔型って年月で変わるもんなの似合わせよ。うんちゃんと仲良くなるには配信で話しましょう。同類って思われてますね猫じゃれてもいい人間だと、ああ、多分そうだと思う。スリスリより猫パンチ、私にはね。ママにはスリスリ、ママに猫パンチしてるの見たことないよ。髪の毛のここまで伸ばした、あ、この今縛ってて垂れ下がってる位置とさほど変わらないです。低いところで結んでよく、こんくらい。めっちゃ伸びました。でもね、長さはこのままでもいい。あ、終わったのお仕事。でももうちょっとで終わっちゃうの。来てくれてありがとうございます、皆さんも。また1週間元気に過ごしてくださいね。ではでは、みんなおやすみなさい。いい夢見てね。チャルジャヨン、おやすみ。